ハノーファーエースバーンは、ドイツのハノーファーを中心とした路線を持つ、都市近郊鉄道である。2000年のハノーファー万国博覧会の開催に、合わせて開業した。S1、S7 の各系統は、定期運行、S8 系統は、イベント開催時のみの臨時運行系統となっている。1960年代に、ハノーファーの近郊列車路線の構築が、 すでに計画されて、民伝ツェレク間などの東西軸路線と大スター線に都市高速鉄道が創立された。路線拡張は、連邦政府、州政府、ハノーハート市圏行政機関の意見不一致のため、中止された。1984年に、ゼール税駅がブンストルフハノーバー区間改修の予備作業として移転されて、その駅で側線が設置された。 1989年5月よりシティバーン列車が大スター線とハノーバーハーメルン区間に1時間間隔で運行された。1990年ハノーバーが万博2000の開催地に決定された後に計画された S バーンの導入時期が繰り上げられた。同年11月12日にニーダーザク選手、州ハノーバー都市圏連合ドイツ連邦鉄道は S バーン。 格上げ契約に署名した。数十年間ほとんど変わらない路線が短時間のうちにハノーバーを中心として改良された。1993年改修工事はハノーバーカールビーハート並木道駅の初の区立ち込みから始まった。ハノーバー中央駅からゼールゼ駅まで S バーン観光線の工事が1994年に開始されて、 観光線は1997年に開通された。ゼールツェ・ラインハウゼン区間の線路は、既存線路の北側に、ラインハウゼン中央駅区間の線路は南側に、それぞれ建設された。ラインハウゼン区間には、立体交差線路が建設されて、北の方面及び西の方面に観光線と急行線が分離された。ハノーバーノルト・シタット駅は既存のハインブルク駅を、 置き換えることとなった。ノルトシタトランゲンハーゲン区間にも、伏線の観光線が建設された。ヘレンハウゼン駅が廃止されて、その代わりに、レーデーブルク駅が新設された。ランゲンハーゲンベネミューレン区間に、電力供給設備が設置されて、空港線のトンネル工事が行われた。ハノーバー・ブラウンシュバイク線の中央駅、カール・ビーヒアート・ナミキド駅区間には一本の、 観光線が増設され、工事は1999年に完了した。r 1駅までは、複線線路が、レールってまでは、単線線路が追加されて、工事は2000年に完了した。ハノーバー・ブラウン・シュバイク線の線路拡張工事は、ドイツ最統一の交通プロジェクトに属した。ビスマルク町駅ビュールフェル旧駅区間では1996年に、 複線線路の増設工事が始まり、観光線は、ハノーバーアミ本市イコールラーチェン駅まで完備された。他には、ベーチェンエーゲストル副館が複線化されて、上下列車の交換が、死体なしに可能となった。2000年5月28日、万博2000の開催直前に S 番路線は、以下のように開設された。万博2000が終わってから、2000年11月5日に、 それぞれの路線は正常的に運営されて S1、S2 路線は現在のようになった S4、S5 路線はシュプリンゲ、ハーメルン方面に延長されて S3 列車はレールテセレク間で運行されている S6 系統は大規模な展覧会の場合に運行された臨時路線であった S4 列車と S5 列車はハノーファー中央駅で並結、分割されていた 2002年12月に S4 系統が短縮されて、S5 系統との2階建て運行は中止された。S5 系統は、バート・ピュルモントまで延長され、それ以来列車は、空港中央駅区間に、すべての駅で停車する。2004年12月から、S5 系統の列車は、パーダーボルン駅まで走行している。2008年12月14日に3つの系統が、 過去の快速列車路線に代わって導入された。ハノーバー・ミホンシー・コール・ラーツェイン駅は、上規路線の停車場となった。2013年12月に2つの短距離路線が、導入されて、月曜日から金曜日までラッシュの時に S 1、S1、S2、S5 路線を補助する。S21 列車は、ハノーバー・バルジングハウゼン区間で、S51 列車は、 ハノーバー・ハーメルン区間で運行される。2014年3月31日より S51 はハノーバー・ゼールゼ区間にも S1、S2 路線を補助する。2018年 S バーンの2021年以後運営について北西鉄道が運営権を獲得した。ディビー・レギオはその決定に不服し広告の手続きをしたが、 セレジョー九州裁判所でその申し立てが却下された。2019年トランスデブハノーバー有限会社が設立されて、2022年6月から S バーンの運営を担当することとなった。ヒルデスハイム駅に停車する425系、電車2000年の開業時に424型が導入された。現在は424型に加えて425型も運用されている。 トランスデブハノーバーは既存の13本の425系電車及び新しい64本のフラートさん、世界電車を S バ路ン線に運用する予定である。ありがとうございます。